EM プリン石鹸の作り方。こんにちは。絵を聞く桃チャンネルの土井桃子です。豊かな表現は豊かな生活から。今日は EM のプリン石鹸を作りたいと思います。材料の説明です。米のとぎ汁発酵液、シャボン玉、スノール 50g 100cc、 このように紙コップで用意しています。そして水、底が丸いペットボトル 500ml 入るものを用意してください。まず米のとぎ汁発酵液 50cc を丸型のペットボトルに入れています。米のとぎ汁発酵液はとても便利に使えます。お掃除とか消臭にも使えます。米のとぎ汁は海洋汚染や河川の汚染、生活排水の中でもとても環境を汚しているものでもあります。しかしこうやって石鹸にすることで環境を良くすることもできますので、ぜひこの米のとぎ汁発酵液でプリン石鹸を作ってください。 EMW EM 活性液でも代わりはできます。その場合はキャップ1杯の EMW 活性液を1杯、 7cc をペットボトルに水 50cc と一緒に入れて作ります。この2つは EM さんがちょっと冬眠状態になっています。しかし米のとぎ汁発酵液は EM 活性液と一緒にお砂糖、そしてこの米のとぎ汁を餌にパクパク食べて元気な状態なので、これが最もよく活躍して汚れが落ちるものです。 50cc の米のとぎ汁発酵液をペットボトルに入れています。そしてこのシャボン玉スノール 50g 100cc をこう紙コップ、こういうふうに尖らせて優しく優しくこの中に入れていきます。パコパコしながら入れるといいです。はい、そして次に水を入れていきます。これもこう潰してそーっとそーっと静かに入れていきます。石鹸の膜の上に水が乗るような感じに静かに入れます。はい、この状態で石鹸が米のとぎ汁粉石鹸、水となっていますが、少しずつ上がっています。するとこの表面が少し減ってきます。ここで菜箸で下の石鹸の部分を浮き上がらせるように、浮き上がってきました。菜箸が石鹸を連れて上がってくるみたいな感じです。上がってきましたね。これで下に水と上に石鹸という層ができたと思います。するとここの
上の部分に隙間が空いています。少しずつ水が石鹸の中に入っていって傘が減っています。さらにここに水を飲み口の上まで入れていきます。これも優しく入れます。ここの上が石鹸粉の部分、そして水分となっています。この状態で蓋を閉めます。あとはゴロンゴロンとこのように石鹸を溶かしていきます。よく石鹸が水を吸い込んでいるときれいに粉が溶けていきます。急いでかき混ぜないのがコツです。よく混ざったらこのようにして逆さまにして1日するとプリンプリンのプリン石鹸が出来上がります。出来上がってから少し混ぜても大丈夫です。プリンのようにドロドロっとしています。それではプリン石鹸のビフォーアフターをご覧ください。魚焼きグリルもこの通り綺麗になります。そしてカレーのこびりついた鍋、さあ綺麗になるでしょうか。適量をお鍋の中に入れてこすっていきます。あまり力を入れなくても大丈夫です。どんどんツルツルに落ちていきます。ピカピカになりました。私の愛用の黄色い靴はどうでしょうか。適量をこのように取ってこすっていきます。どんどん汚れが落ちてきてこの通りきれいになりました。靴下の汚れや襟の汚れなどとてもよく落ちます。そして環境に優しいのがとても嬉しいですね。皆さんも安くてお肌に優しいよく落ちるプリン石鹸作ってみませんか。 EM 活性液プリン石鹸は一般社団法人星とタンポポで購入できます。備考欄をご覧ください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。